武蔵坊弁慶、僧兵として権限した。よろしくお願いする。まだいけるか。ナム、良きことである。さてさて、これで拙僧は真の武蔵坊弁慶と言えるのやら。拙者、名を海尊と申す。されど、今一時は、かの武蔵坊弁慶を名乗ろう。これすなわち、大往生なり。拙僧の仕える主は義経殿でありますが、あなたの命令に逆らう気もございませんぞ。いささか不穏な風が吹いていますぞ。何？義経殿と戦え？構いませんぞ。拙僧に勝機があるかどうかは別問題ですが。好物を問われるか。拙僧、怪談よりは落語が好きですな。心が温まります。苦手なものを聞かれるか。悲恋、悲劇、そういうものは好みませんな。聖杯とやらが願望期であるのなら是非は問いませぬ。拙僧の悲願、どうか叶えてくださりませ。おや、何かあったようですな。行ってみますか。ん？なんでござるか？なるほど、遊びですな。相撲でもやりますか？大丈夫です。こう見えても、子供の扱いはうまい方です。拙僧の肉は筋張って硬いと獣の間で評判ですぞ。はっはっは。おお、なるほど。では、拙僧と踊りますか？おお、マスター殿が生まれた日か。めでたき日にござるな。